NATO の事務所を東京に作る？世界各国で中国を囲む気か？主にヨーロッパと北アメリカの国が参加している軍事同盟 NATO 北大西洋条約機構、日本はメンバーではないもののアジアの平和、具体的には対中国における重要な存在として協力関係を強化しています。そしてついに NATO の連絡事務所を東京に作る案も出てきたのです。これにはさすがの中国も猛反発。今回は中国が嫌がる NATO の動きや対中国包囲網について見ていきましょう。1、 NATO が東京事務所設置へ動き始めた。なぜ？2023年5月4日付の日本経済新聞によると、日本政府と NATO の各関係者の話として、2024年中に東京に連絡事務所を開設する方針が持ち上がっているとのことです。 NATO は1949年旧ソ連の脅威を前提に大西洋を挟んだアメリカとヨーロッパの防衛のために創設されました。集団防衛、危機管理、協調的安全保障の3つを中核的任務としており、集団防衛の地理的範囲は北米とヨーロッパの加盟国領土などです。日本はパートナー国という位置づけではあるものの、加盟国ではありません。そんな日本になぜ NATO の連絡事務所を設置することになったのでしょうか。その目的は明らかに中国包囲網を構築するためです。2023年7月に出された NATO 共同声明には、中国の野心と威圧的政策は NATO の利益や安全、価値観への挑戦だと明記されており、覇権主義的行動を続ける中国に強い懸念を表明しています。声明では中国が幅広い政治的、経済的、軍事的手段を用い、世界で着実に影響力を拡大させていると指摘し、重要技術や鉱物資源を支配しようとしていると警告しました。そして中国は核兵器を急速に増強させているとして、核政策の透明性向上を強く求めています。 NATO 事務総長も記者会見で、中国はますますルールに基づく国際秩序に挑戦していると述べました。こうなると気になるのは中国の反応です。 NATO の東京事務所設置に対して当の中国は猛烈に反対しています。王文賓副報道局長は記者会見で、日本は歴史の教訓を真剣に学び、地域の平和と安定を損なわないよう求めると述べました。中国外務省の毛寧報道官は定例会見で、アジアは協力と発展のための有望な土地であり、地政学の戦いの場であってはならないと指摘。 NATO がアジア太平洋で東方拡大を進め、地域の問題に干渉し、地域の平和と安定の破壊を試み、ブロック対立を推進することについて、地域各国は高度の警戒が求められると述べています。他にも中国共産党管轄下の中央テレビ局 CCTV では、アジア太平洋に向けて東方拡大し続ける、NATO は日本に連絡所を開設しようとしている、中国は厳重な警戒を呼びかけるという見出しで、日本が NATO 東京事務所を新設しようとしていることを激しく批判しました。記事はアジアは平和安定の高地であり、協力開発のネッチだ、地域紛争の場にしてはならないと外交部報道官の言葉を引用して抗議しています。中国がいかに NATO にはアジアに関わってほしくないと思っているのか伝わってきますね。当然東京事務所なんてものは許せないというわけです。しかし中国が嫌がっているのなら、中国への対策としては正解と思ってしまいますね。しかし東京事務所の設置にはストップがかかりました。2、フランスが反対、日本は軍事国家になる？反対したのはフランスでした。フランスのマクロン大統領は、インド太平洋地域は NATO の管轄外だと指摘した上で、中国や米中どちらかに肩入れしたくないアジアのパートナー国に間違ったメッセージを送らないようにすべきだと話しています。 NATO は
北大西洋を拠点とする組織であるという原点に忠実であり続けることが重要だとし、 NATO が地理的な拡大を望んでいるとの印象を与えてはならないと指摘しました。この点についてフランスは親中派になったのかと言われることも多いです。実際マクロン氏の反対姿勢が報じられると中国は大喜びしました。中国共産党の環球時報の英語版グローバルタイムズは解説記事で早速問題を取り上げ、マクロンの NATO 東京事務所計画に対する懸念は同盟がアジアに広がるのを懸念する他のメンバー国の声を代弁していると報じています。米国がなぜ NATO のアジア太平洋地域への拡大を望んでいるか容易に理解できる。すでに西側はロシアを封じ込めるために欧州各国と同盟を結んでいる。東側で中国を出し抜くために確固とした多国間の軍事同盟を求めているのだ。 NATO のアジア展開は明らかに米国の覇権のためだ。しかしそうは言ってもフランスが全面的に中国の味方というわけではありません。2023年12月には中国が東シナ海で軍事圧力を強める中、フランスはフィリピンと共同パトロールに参加する意向を表明しました。フィリピンはすでにアメリカやオーストラリアと共同パトロールを実施しており、多国間の連携を進めて抑止力の向上を目指す狙いです。また NATO の東京事務所開設については日本人の中でも様々な意見があります。私たち日本人がまず考えるべきなのはやはり日本のメリットでしょう。 NATO 事務所が日本に設置されれば日本は NATO の準加盟国となり、ヨーロッパ戦線にも関与することになります。ロシア、中国、北朝鮮と本格的に対峙しなければならなくなるかもしれません。そのため NATO 東京事務所設立は日本国民を戦争に巻き込むとの考えもあるのです。東京事務所の設置が持ち上がった2023年5月には世界中で購読されているアメリカのニュース雑誌タイム電子版に日本の選択と題された記事が掲載されました。そこでは岸田首相について、首相は十数年の平和主義を捨て自国を真の軍事大国にすることを望むと紹介しています。記事の内容は2023年4月28日に同氏が首相公邸で単独取材したものです。岸田政権での国防費増大やアメリカとの同盟強化などの政策に触れ、世界第3の経済大国をそれに見合う軍事的影響力を持った大国に戻すことに着手したと指摘しました。またこうした変革は同じく右派の自民党に所属した安倍晋三元首相が唱えてきたと言及した上で、タカ派的だった安倍氏が国論を二分した一方、岸田氏の持つハト派の顔が大きな抵抗なしに安保改革を可能にしたと評しています。しかし日本の軍事力強化が周辺の安全保障環境を不安定化させ、中国との摩擦を強める恐れにも言及。岸田氏の長年の公約である核なき世界への努力と相入れないと考える人々もいると指摘しました。 NATO としてはアジアの防衛において日本の力を借りたいのでしょう。それだけ日本が高く評価されていると解釈できます。一方でタイム誌で指摘されているように、日本が戦後維持してきた平和主義がここで終わってしまう可能性も否定できません。NATO の東京事務所は設置すべきか設置しないべきか、皆さんはどう思いますか？ぜひコメントしてください。 3. NATO だけじゃない、対中国に動く世界。 NATO の意思決定は全会一致が原則です。そのためフランスの反対によって東京事務所はお蔵入りとなりました。今後どうなるかは分かりませんが、今のところ設置の可能性は低いと言えるでしょう。しかし NATO だけが中国への対策ではありません。例えば2024年4月には10日に日米首脳会談が、11日には初の日米非首脳会談が開かれ、日本、アメリカ、フィリピンによる防衛協力体制が結ばれました。これにはやはり中国も苛立ちを隠せません。
中国外務省によると、劉慶祥アジア局長は12日に在中国日本大使館の横地明次席を呼び、日本による中国に関わる消極的な動きに厳正に抗議し、深刻な懸念と強い不満を伝えたとのことです。 ABBC によると、10日には日米の防衛関係強化に重点を置いた合意が他にも発表され、これらの計画にはオーストラリアも加えた防空ネットワークの拡大や日米の共同指揮体制の構築が含まれていました。日米はまた英国を含めた3国による合同軍事演習も予定しています。英国防総は先日、空母プリンスオブウェールズを中心とした空母打撃群を2025年日本へ寄港させると発表しました。またオーカスの動きも見逃せません。オーカスはインド太平洋地域で影響力を拡大する中国を念頭に2021年に創設された安全保障分野での連携強化を目的とした英米豪の枠組みです。2024年4月8日にオーカスが日本との協力を検討していることが発表されました。 4. 半導体輸出にも包囲網が？中国には大打撃。さらには経済や技術の面においても中国包囲網は広がっています。その一つが半導体です。アメリカ政府は2022年10月に先端半導体技術の対中輸出規制を大幅に強化し、自国の製造装置メーカーに厳しい制約を課しました。その上でアメリカ政府はオランダ政府と日本政府が同様の対中輸出規制を法制化するよう両国への働きかけを強めています。半導体は人工知能 AI や自動運転などの次世代技術、ハイテク兵器の性能を左右し、国力に直結する戦略物質になっているからです。中国の技術革新に歯止めをかけ、覇権争いを有利に進めたい狙いがあります。特に日本には製造装置の分野で世界有数の技術を持ち、高いシェアを誇る企業が多いです。例えば東京エレクトロンのコータデベロッパーと呼ばれる装置はシェアが 80% 以上、一部の検査装置でシェア 100% を持つニッチ企業も国内にあります。こうした高性能の製造装置が手に入らなければ、中国がスーパーコンピューターや人工知能 AI に使われるような先端半導体を作ることが難しくなるのです。ドローン兵器に使われるなど半導体の軍事転用を防ぐことが目的ですが、高性能のスマートフォンなど民間の製品にも影響が出る可能性があります。さらに2024年現在、アメリカが韓国に対しても圧力を強めていることが判明しました。消息筋の話によると、最近では韓国の特定の企業名も挙げながら中国向け半導体製造装置輸出を問題視しているそうです。米商務省と韓国産業通商資源部はこれに関連した協議を2024年2月に行ったばかり。消息筋はワシントンとしては韓国が半導体技術の対中輸出規制の穴になるのではないかという懸念があると伝えました。中国としてはアメリカの大統領選の行方も気になるところです。2018、19年に数千億ドル相当の中国製品に関税を課したのは他でもないトランプ前大統領ですからね。しかもトランプ前大統領は自身が本選で勝利すれば中国からの輸入品に再び関税を課すとし、税率は 60% を超える可能性があると述べています。中国の2023年12月の消費者物価指数 CPI は前年に比べて 0.3% 下落し、3ヶ月連続のマイナスとなりました。自動車など耐久財の値下がりが続き、中国人の食卓に欠かせない豚肉やガソリンなどの必需品も物価を押し下げています。内需不足による経済が低迷している原因は、最近ニュースでも話題になっている不動産関連産業にあります。中国の大手不動産企業が債務超過に陥り、その影響は国有銀行の収益性まで低下させているとのこと。負の連鎖が続いています。そんな中で唯一好調と言えた分野が電気自動車 EV です。中国政府は多額の補助金を投入して中国 EV の世界的な競争力を支えてきました。その甲斐もあり、2023年10から12月には中国 BRD
BYD が米テスラから販売実績でトップの座を奪ったのです。ところがアメリカの保護主義政策が台頭すれば、中国 EV の先行きはいよいよ怪しくなってきます。トランプ氏は EV 嫌いでも知られていますからね。どこまでも断絶化、孤立化が進む中国。果たして苦しい現状から抜け出す策はあるのでしょうか。今後の動きを注視していきましょう。アメリカで中国の EV の代わりに売れ行きを伸ばしているのがトヨタのハイブリッドです。 FRB によるインフレ抑制策で金利が上昇、アメリカで EV 販売が減速しました。加えてガソリン価格も上昇したことから、消費者は経済性に優れたハイブリッドにシフトしています。 A 調査会社 JATO によると、アメリカでは2023年4から6月期以降、3四半期連続で HV の販売台数が EV を上回ったそう。2023年10から12月にはトヨタ自動車のアメリカにおける HV の販売台数が前年同期比 49% 増の約18万台と過去最高となりました。 20% 増の約17万台だった米テスラの EV を逆転しています。軍事力ではなく技術力で中国にプレッシャーを与える、これは日本ならではの戦い方ですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。